彼は「すぐやります」と言ったきり全然仕事を始めようとしない。彼は「すぐやります」と言ったきり全然仕事を始めようとしない。 妻は買い物に行ったきり、夜になっても帰ってこない。妻は買い物に行ったきり、夜になっても帰ってこない。中村君とは去年会ったきりで。 あれから連絡も取っていない中村君とは去年会ったきりであれから連絡も取っていない来ない。 あなたになんてできっこないよあなたになんてできっこないよ東京大学なんてどんなに頑張ってもいけっこないよ。 東京大学なんてどんなに頑張ってもいけっこないよこんなたくさんの料理、食べきれっこないこんなたくさんの料理、食べきれっこない。 しないやりもしないで無理だとか言わないでくださいやりもしないで無理だとか言わないでください結果を見もしないで。 途中で諦めてしまうのはもったいない結果を見もしないで途中で諦めてしまうのはもったいないいろいろと面倒を見てあげたのに。 彼は挨拶に来ようともしない。いろいろと面倒を見てあげたのに、彼は挨拶に来ようともしない。からして。 あの生徒はいい加減ですね。服装からしてなっていない。あの生徒はいい加減ですね。服装からしてなっていない。 やっぱり犯人はあの人でしたか。見た目からして怪しかったからね。やっぱり犯人はあの人でしたか。見た目からして怪しかったからね。 この地方の方言は、単語からして全く違うものになる。この地方の方言は、単語からして全く違うものになる。に過ぎない 私はただ夢中で助けたにすぎません私はたただ夢中で助けたにすぎません。社員の一人にすぎないあなたが何を言っても会社は変わりませんよ。 社員の一人に過ぎないあなたが何を言っても会社は変わりませんよ今回の事件は実際に起きている事件のほんの一部に過ぎない。 今回の事件は実際に起きている事件のほんの一部にすぎない。てこそ現地で生活してこそその国の人々の考え方がわかります。 現地で生活してこそ、その国の人々の考え方がわかります。みんなで一緒に食べてこそ、おいしいと感じるものだ。 みんなで一緒に食べてこそおいしいと感じるものだ楽器は飾っておくのではなく演奏に使ってこそ意味がある。 楽器は飾っておくのではなく演奏に使ってこそ意味がある「二こしたことはない」値段が安いにこしたことはないが品質が悪ければ意味がない。 値段が安いに越したことはないが、品質が悪ければ意味がない。希望校に入学できるに越したことはないが、他の学校でもいいと思っている。 希望校に入学できるに越したことはないが、他の学校でもいいと思っている。回答が正しいに越したことはないが、意味も理解している必要がある。 回答が正しいに越したことはないが意味も理解している必要がある「体は健康である」に越したことはない「体は健康である」に越したことはない。 あまり期限内の完成を焦るあまり重大なミスを犯してしまった。期限内の完成を焦るあまり重大なミスを犯してしまった。 一人で仕事を抱えすぎたあまり、みんなに迷惑をかけてしまった。一人で仕事を抱えすぎたあまり、みんなに迷惑をかけてしまった。 どうこした正義感のあまり喧嘩をしてしまったどうこした正義感のあまり喧嘩をしてしまったものの 確かに利益は大きいものの、リスクが高すぎて危険です。確かに利益は大きいものの、リスクが高すぎて危険です。

これは、モーツアルトの初期の作品であるものの、才能を感じさせる一曲だ。これは、モーツアルトの初期の作品であるものの、才能を感じさせる一曲だ。 次第、次第では、子どもは教育次第で、良くも悪くも育つ。子どもは教育次第で、良くも悪くも育つ。 このプロジェクトが成功するかどうかは、あなたの努力次第ですよ。このプロジェクトが成功するかどうかは、あなたの努力次第ですよ。 あなたの頑張り次第では、給料も上がるかもしれません。あなたの頑張り次第では、給料も上がるかもしれません。 結果次第では、右腸に昇格という可能性もあります。結果次第では、右腸に昇格という可能性もあります。となると、 少しくらいの病気なら気にしないが、命に関わる病気となると話は別だ。少しくらいの病気なら気にしないが、命に関わる病気となると話は別だ。

動物は好きですが、爬虫類となるとあまり触りたくはない。動物は好きですが、爬虫類となるとあまり触りたくはない。 の上で上<城>暦の上ではもう春です暦の上ではもう春ですこの計画は 理論上は成功すると考えられます。この計画は理論上は成功すると考えられます今回のことは 法律上は何も問題ないようですね。今回のことは、法律上は何も問題ないようですね。ばかり。 このままでは資金は減るばかりだ。何とかしなくては。このままでは資金は減るばかりだ。何とかしなくては。 情報が入ってこないと不安は大きくなるばかりです。情報が入ってこないと不安は大きくなるばかりです。勉強方法を変えないと。 成績は下がるばかりですよ勉強方法を変えないと成績は下がるばかりですよ。と言ったら。 あの人の大胆さと言ったら周りの人が目を丸くするほどですよあの人の大胆さと言ったら周りの人が目を丸くするほどですよ。 このホテルの高級感といったら、インテリアからサービスまで超一流ですよ。このホテルの高級感といったら、インテリアからサービスまで超一流ですよ。 私の田舎の寒さと言ったら、水道管が破裂するくらいの寒さなんですよ。私の田舎の寒さと言ったら、水道管が破裂するくらいの寒さなんですよ。 とともに、これからは社会人としての自覚を持つとともに夢をかなえるために努力してくださいこれからは社会人としての自覚を持つとともに 夢を叶えるために努力してください経営者は勤勉であるとともに賢くなければいけない。 経営者は勤勉であるとともに賢くなければいけない。高級感とともに使いやすさも備えた新型車が発表されました。 高級感とともに使いやすさも備えた新型車が発表されました物がある。子供が言葉を覚えていくスピードには目を見張るものがある。 子供が言葉を覚えていくスピードには目を見張るものがある一人で遊園地に行くのは悲しいものがある。 一人で遊園地に行くのは悲しいものがある財布を持たずに外へ出かけるのは不安なものがある財布を持たずに外へ出かけるのは。 不安なものがある。とともに景気の上昇とともに人々の生活水準も上がってきた。 景気の上昇とともに人々の生活水準も上がってきた平均寿命が長くなるとともに高齢化の問題が深刻化してきた。 平均寿命が長くなるとともに高齢化の問題が深刻化してきた体調の安定とともにだんだんと食欲も出てきた。 体調の安定とともにだんだんと食欲も出てきたもうタバコは吸うまいと心に誓った。 もうタはコうまいと心に誓ったあんな礼儀のない彼は連れて行くまいあんな礼儀のない彼は連れて行くまい。 もう妻とは喧嘩すまいと思っていたが、またやってしまった。もう妻とは喧嘩すまいと思っていたが、またやってしまった。 寝る前、寝る前と思いながら、気がつくと熟睡していた。寝る前、寝る前と思いながら、気がつくと熟睡していた。 のことだから。忍耐強い彼のことだから、きっと今回もできますよ。忍耐強い彼のことだから、きっと今回もできますよ。 時間に適当な彼のことだから、明日の約束もきっと遅れてくると思いますよ。時間に適当な彼のことだから、明日の約束もきっと遅れてくると思いますよ。 社長のことだ。きっと新しい方策を考えているよ。社長のことだ。きっと新しい方策を考えているよ。 というものはということは男というものはつらいときにもじっと耐えるものだ男というものはつらいときにもじっと耐えるものだ。 親というものは子供がいくつになっても面倒を見たがるものだ親というものは子供がいくつになっても面倒を見たがるものだ 生きるということは、誰かに貢献するということだ。生きるということは、誰かに貢献するということだ。 社会人になるということは、自分の行動に責任を持つということですよ。社会人になるということは、自分の行動に責任を持つということですよ。 ない限り、ないことにはそう言われても実際に見てみないことには何とも言えませんねそう言われても実際に見てみないことには何とも言えませんね。 社長の意見を聞かないことには答えられません社長の意見を聞かないことには答えられません 担当者が来ないことには詳細はわかりません。担当者が来ないことには詳細はわかりません。あの人が謝らない限り。 私は絶対許しませんあの人が謝らない限り私は絶対許しません私たちがいくら言っても 本人が自分で気づかない限り治りませんよ私たちがいくら言っても本人が自分で気づかない限り治りませんよ

新人の時は上司には毎日上司に叱られたもんだ。 若い頃はよく友達と飲み明かしたものだ若い頃はよく友達と飲み明かしたものだは、というと。 彼は卒業後夢を追い東京へ行った私はというとまだ将来が決まらず毎日だらだらと過ごしている彼は卒業後夢を追い東京へ行った私はというとまだ将来が決まらず 毎日だらだらと過ごしている私が締め切りに追われている隣でペットの犬はというとゴロゴロと昼寝を楽しんでいる。 私が締め切りに追われている隣でペットの犬はというとゴロゴロと昼寝を楽しんでいる不景気が続く中で友人の会社はというと順調に業績を伸ばしている。 不景気が続く中で、友人の会社はというと、順調に業績を伸ばしている。ながらも、性能の面では劣っていながら、価格はかなり強気だ。 性能の面では劣っていながら価格はかなり強気だ真実を知っていながら話さないのは嘘をついているのと同じだ。 真実を知っていながら話さないのは、嘘をついているのと同じだ。卒業アルバムを見て、懐かしいながらも恥ずかしい気持ちになりました。 卒業アルバムを見て懐かしいながらも恥ずかしい気持ちになりましたまことに勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。 誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます「なんて」「国立大学に合格できるなんて夢にも思いませんでした」 国立大学に合格できるなんて、夢にも思いませんでした。日本旅行が当たるなんて、相当運がいいですよ。 日本旅行が当たるなんて、相当運がいいですよ。信じられない。娘がそんな悪いことをするなんて。信じられない。 娘がそんな悪いことをするなんてずにはいられない汚い部屋を見ると掃除せずにはいられなくなる。 汚い部屋を見ると掃除せずにはいられなくなる甘いものを食べずにはいられなくなりダイエットに失敗してしまった。 甘いものを食べずにはいられなくなり、ダイエットに失敗してしまった。恋でないことはわかっているが、彼を責めずにはいられない。 恋でないことは分かっているが彼を責めずにはいられないものなら私も行けるものなら行きたいですよ。 わたしもいけるものならいきたいですよやれるものならやってみろよおまえにはむりだからやれるものならやってみろよおまえにはむりだから。 できることなら、あの人と変わってあげたい。できることなら、あの人と変わってあげたい。